楽天から海外 FA 権を行使した松井裕樹投手28がパドレスと契約合意に達したことが20日分かった球界関係者によればすでにメディカルチェックを終えており問題がなければ近日中にも球団から正式発表される複数年契約となる見込みと MLB 公式サイトが伝えた正式契約となれば侍ジャパンで共に戦ったダルビッシュ有投手 37と同僚となる。松井とダルビッシュ3月の WBC 期間中、松井は、ダル先生、の助言に助けられてきた。宮崎教化合宿中には WBC 使用球が合わずに苦しむ中、合わないと思いすぎないように、マインドのところ、深く考えすぎないように、と投球映像も見てもらいながらアドバイスされた。その他にも姿勢や呼吸の話。 足を上げた時の感覚、アメリカの長時間移動の中でのコンディション調整などを聞き、ありがたいしかないです、と感謝した。宮崎強化合宿中にはダルビッシュの初ブルペンがトレーニングとかぶって見逃し、見られてないんですよ、残念です、と悔いていたが、これからはいつでも見放題となりそうだ。